こんにちは、カオルンです。今日はギターコード解説動画やっていきたいと思います。今回やっていく曲は2022年今年に入ったばかり再リリースされたディッシュさんのバーズをやっていきたいと思います。今回はですね、イントロ、A メロ、B メロのね、3つやっていきたいと思いますので、ぜひね、皆さん頑張っていきましょう。それではまずは A メロのフルからどうぞ。イントロ解説していきます。イントロで覚えるべきコード進行は1種類のみでございます。 C B をベースにした G A マイナー F、 この4つになります。まずは右手のストロークは全く気にせずに上から下にこう下ろすだけでいいですので、左手をねスムーズに切り替えられるようにしてみましょう。ここで一つポイントがあります。コードを押さえるときはなるべく全ての指を同時に押すようにしてみましょう。例えば C の場合はこの人差し指、中指、薬指の3つを使うんですけれども、この3つをね同時に押さえられるようにしてみましょう。あともう一個ポイントが F コードを押さえるとき、人差し指からね押さえていくようにしてください。ストロークっていうのはいろいろなパターンがあるんですが、基本的には上から下にね下ろしていきますので、まずは上から下に下ろすときに触るコードっていうのが一番上にある6弦になります。この6弦をね押さえているのがこの人差し指になりますので、まずは人差し指から押さえてみてください。F コードってね、いわゆる制覇コードと呼ばれるこの人差し指をね全体を押さえていくのでね難しいんですけど、これを習得できればねかなりいろいろなね曲が弾けますので、これだけでもいいです。頑張ってみてください。さあ次にストロークです。ストロークのパターンはこちらになります。ストロークの練習はさっきのコード進行とは逆で、左手はね最初に弾く C そのままでいいですから、右手だけをね練習するようにしてみてください。さあ1つ目のコード進行と2つ目のストローク、こちらができましたら最後はね組み合わせていきましょう。最後にね組み合わせるときに、この練習したものをね2回繰り返せばイントロになります。さあ次は A メロやっていきましょう。A メロのね解説をやっていきます。 A メロのコード進行はですね1種類だけになります。 C F G A マイナー F G、 これになります。またねイントロと同様で左手だけで練習をしてみてください。そしてストロークなんですけれども、ストロークはね A メロと全く一緒のパターンになります。なのでねすぐできるかと思います。さあということでコード進行とストロークができましたら、最後はねこれを組み合わせて2回繰り返せば A メロになります。ぜひやってみてください。次に B メロ行ってみましょう。
あ B メロ解説いってみましょう。 B メロもコード進行が1種類のみになります。 A マイナー G C F G これになります。そしてねストロークパターンなんですけどいつもとねちょっと違くて A マイナー G C F このね4つまでは同じなんですけど最後ねG はですね、もう上から下に下ろすだけのストロークだけでね、やっていくとちょっとね、インパクトが出ると思います。こういうパターンになります。見てみてください。最後はですね、コード進行とストロークがね、分かったら、フルでね、弾いてみてください。はい、ということで今回はジッシュさんのバーズのね、イントロ、A メロ、B メロのね、ギターコード解説やっていきました。皆さんいかがだったでしょうか？次回はですね、サビ、そしてね、C メロをやっていきますので皆さん、それまで今回の内容練習してみてください。それでは、バイバイ。